はい、皆さん明けましておめでとうございます。今年も、よろしくお願いします。ということで今回もウルバトやっていこうと思います。で、2021年になったじゃないですか。なのにね、ウルバトにはまだ平成気分のウルトラマンがねいるということで、今回はそのウルトラマンたちをちょっとしばきに行こうかなと思うので、よろしくお願いします。よし、じゃあやっていこうか。一体どうなるのやら。まずはティガのマルチタイプからなんかな。おお、いつもの登場じゃないか、これは。えあ、おお、え、おお、エイティのヤマト先生も来るんか、これは。まあでもあれはあれなんかな、明けましておめでとうの去年みたいな感じか。じゃあ許すわ、お前らのこと許します。まだ平成気分でいてください。ということで、まあやっていくんですけど、ティガだけなんか最初は。よし、じゃあまあやっていこうか。まあパーティーはこんな感じです。はい、ティガや。普通にティガなんやけど。まあ30に残る。まあええわ。あ、いけるかな。じゃあほら、よし、普通。さあさあさあ、そんだらダイナが来るんかな。てかさ、ダイナのさ、そのフラッシュタイプってまだそういや氷に来てなかったな、今思えばやけど。ストロングとミラクルだったから。おお、いいね。あ、ソルジェント光線見たいけど。おい、急に BGM 変わるのやめてくれ。おー、ミラクルタイプなるんかよ。よーいや、ソルジェント光線見えんのかよ。まあええわ、許す。名曲だから許す。やっぱりウルトラマンキラーよ、ユーキラーザウルス。ナイス。うわー、ちょっと残った。じゃあってことはもうブリッツブロッツで行くしかないか。よし、できればね SP が最大の時に攻撃をしたいんだけど、ちょっと難しいね今は。まあ倒せる時に倒しとくのが一番いいでしょう。さあさあさあ、ってことは次がガイアでしょ。さあ、おい、土煙多いよなガイア。このアングルよ、このアングル分かってますね。ダイナのスキル見たかった。おお、ちょっと待ってくれ。エンディング、お前もエンディングパターンか。しかも名曲。おおおおちょっと待ってくれ。あ、びっくりした。勇気出ちゃうんですか。本気出したんか。デレレデレレデレレレデレレレレ。ちょっと待ってください、これスプリームバージョンになるとかないよな。やってほしい。うわぁ、ちょっと待ってくれ、これ。BGM が良すぎる。BGM が良すぎるぞ。ちょっとちょっとちょっと、目頭が熱くなるじゃないか。第一の赤き光。行動完了時、次のフェーズ終了時まで、攻撃力1000、防御200、ギリギリの踏ん張り、高確率でガードを行う。ガードした時、攻撃力50、込み上げてくる力、SP 召喚集。うわー、ちょっと待って。必殺みたいけど。いやー。ルルルル。ちょっと聞こうか。いやー、いいね。いやー。いやー、もうやっちゃうか。ちょっと必殺は、ハードとかエキスパートで見よう。まずは倒そう。いやー、あー、ちょっと待って。バッテリー。うわー、ガードした。かっけえな、ガード。俺のスマホもガードしたんやけど。攻撃アップ。よし、ブリッツブロッツ。このためにお前を購入したと言っても過言ではないかもしれない。あー、はーやー、強い。ギュピ。いやー、いいねー。いやー、すごい再現度。ちょっと早すぎた。3にしとったけ、早すぎたな。よー、あ、なるほど、そういうのもあるね。ちょっと、普通にすごすぎた。うわー、これ待って、デラシウム交流使ってねえだろ。ソルジェント光線もか。いやー、すげえお得感があるぜ。じゃ、この調子でハードとエキスパートもちょっとやってみるか。俺も嬉しいよ。ありがとう。なんか芝生とか言ってほんとごめんなさい。申し訳ないです。純粋に楽しみます。はい、とりあえずね、ハードの方にやってきたんですけど、こっちはね、さっきと変わって、まずガイア V2 がいるみたいなんですよ。
そしてまあ耐性がすごいついちゃった。うん、この辺はでも、あ、200とか300になってる。ちょっと微妙に強くなったな。防具超アップ？マジかよ。いや、このガイアのさ、この、なんていうの？左上のマークもこれいいな。うん。よし、まあやっていこう。まあまあまあ。3ぐらいでまずは、お手調べと、行きましょうか。今回はテンペラ星人をゲストにお招きしております。さあ、もう一回通常攻撃見ようか。おお、かっけえな。その足技っていうんがいいね。これはもしかしてフォトンエッジが見えるんじゃないだろうか。さあこっちに来い、ティガ。おお、いいね。この対決もいいんじゃないか。おお、原作再現だ。ってことはもうダイナととりあえずジャグラー戦わせるか。すごいなんかね、恨みというかあるでしょ、ジャグラーさん。ちょっとここで話しておきましょう。さあまずはダイナをとりあえず新月斬破でやっときましょうよ、ジャグラーさん。さあ、ある意味因縁の戦い。よし、 OK。 てかテンペラー星人強すぎたよな。必殺だったらほぼ HP 削ってしまったんよな。ちょっと俺もテンペラー星人覚醒させようかな。よし、じゃあジャグラーさん、ついでにティガもやっときましょう。ちょっと 色合い似てるから、ついでにやっときましょう。さあ、いけ。2発。さあ、皆さんお待ちかね。フォトンエッジ、みんなで見ましょう。ね。演技が良さそう。正月で見たら。さあさあさあ。おお、そっち狙うか。さあ、どうなる？フォトンエッジ。おお。うわあ、すげえ。一瞬なんか固まったみたいになったけど、これはあれじゃうな、そのフォトンエッジ打った後のなんかプシュン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 みたいなやつ、エフェクトもうちょっと再現されと。すげえすげえぞ、今度のガイアは。いや、ブリッツブロックでやりたいけど、なんかガードされそうな気がするから、ジャグで、あ、でもやりそう。あ、やっちゃった。全部ジャグラーか。あー、帰った。ジャグラーさん強すぎる。はい、ちょっと今エキスパートやってるんですけどね、ちょっとダイナがソルジェント光線を打ちそうなので、まあこのまま見ていこうかなと思います。いやー、ガタオンに行ってくれ、頼む。よし、さあ見ようぜ、一体どんな感じなのか。あー、またバッテリーがちょっといいとこで、あー、やべえ、吹き飛ばされる。さあ、どうなる。おお、でもなんかちょっと音がいいんじゃない、気のせいかな。おお、でもかっけえな、ソルジェント。どうしよう、ブリッツボス倒せるか、お前。頑張ってください。ウルトラー、あー、いやー、ちょっと待ってください。いや、待て、お前なら一撃無理だな。お前、この時のために用意されていた。よし、回避をアップするんだ。これで多分いける、避けれるはず。ついでにダイナの通常も見えるぞ。あ、いける、ゼロパーや、よく、よしよしよし、蹴りか、よしです。ブリッツブロッツ強っ。思ったけどゼロパーにできる、やば。さあダイナ、これで終わりにしよう。ちょっと待って、必殺でよかったんか、前か。やべえ、大丈夫か、ダメージなんだけど、いけるか。頑張ってくれ、できればガイアに打ちたかった。おー、シェイ、サンキュー。平成尽くし、クオリティがすごく高い。なんかソルジェント光線がちょっとおかしく感じたのは、多分ね、ダークソルジェント光線を見すぎて僕はちょっとおかしくなってるだけと思うので、まあ皆さんあんまり気にしないでね、大丈夫だと思います。はい、ということで、今回はまあ新年一発目でね、こういうガイアとかを倒しましたがね、今年もまあ多分ウルバトの動画とかはね、継続的に上げていくと思うので、また皆さんよろしくお願いします。では、さようなら。良いお年を、じゃないな。さようなら。